というわけでクリア。次はこれだ。窃盗。なんかいるな。なるほど。これはスカベンジャーだな。すまんなすまんな、経験値のためとはいい。よし、このバイクいいよな。すげえかっこよくない？これか。リー、調子はどう？まだ生きてる？面白い仕事があってね。あるものを盗み出してほしいの。メイルストロームの入団儀式の記録よ。詳細を確認してみて。入団儀式。依頼窃盗。目標、メイルストロームの入団儀式の記録を盗む。ダニエルズ通り。今回はパパラッチの真似事をしてもらうわ。メイルストロームの入団儀式の記録を入手してほしい。奴ら仲間入りをするには、ある種の通過儀礼として、視神経の切断手術が必要なの。私が欲しいのはその一部始終を収めた映像。情報によれば、ヘブンメドってクリニックに記録があるらしい。心理の手術が行われる場所よ。手術室には、カメラが取り付けられているの。形式ファイルは、形式はファイル。ディスク丸ごとサーバーへのアクセス。何でもいいからとにかくその映像データを手に入れて。なるほどね。キング使うほどでもねえな。これ確認できれば。
なるほど。これが正しい貼り方だな、きっと。おっとっと、危ねえとこだった。カメラちゃんどこ行った？これか。開けれねえ。バイバイ。大丈夫、色めきだっただぜ。大丈夫だ。表出てるやつがいんな。なんだ今のは。
声出すんじゃねえよ。1C1CBD55、 これ2つ。これいけたな、こいつ。特に異常はない。あ、やばい。いい度胸してんじゃねえか。やばいやばい。今の。下にでも来るわけじゃないんだね、上にいるやつらは。Oh.
つまで隠れてるつもりだ。多分あれだな。いやー楽しい。EQ1CBD。1C があるところに BD がない。いけるか。こうだ。さあ、どこに隠れてんだ。なんかサイバー最高質の真実。毎日多くの無実な人々の命を奪う銃撃にはもううんざりだ。内容のない行き詰まったインプラント規制の論議を皮肉る風向きには吐き気がする。サイバー最高質問題を無視するのには飽き飽きた。今のアメリカ社会にはまだいわゆるテクノロジー関連の人格障害に関する作り話や誤解がたくさん存在する。人々は怪しげなリパードクの診療所で自分たちも感染するかもしれないと思っている。科学者たちの間でもこうした病気の原因がそもそも、実在するかどうか意見が割れているそうだ。サイバーサイコは突然現れて自分たちの研究所が修羅場に変わったら意見を変えるかもしれない。いやそれでも疑わしい。彼らは、商品がもたらす悲惨な副作用の可能性を公表するために、サイバーウェア協会から高額の収入を得ているわけではない。私はサイバー最高質について独自の研究を行った。私はこの病気が近代のライフスタイル、そして生活の中に何としてでも近代技術を取り入れようとする風潮の副産物であると最大限の自信を持って証言できる。サイバネティックインプラントは確かに私たちの脳内の化学性質に直接影響を与えるが、それは病気発症のきっかけにしかならない。私たちの世界は徹底的に非人間化されるようになっている。機械による自動化や人工知能にますます頼り、愛する家族は生まれつきの目や唇、顔を金属の仮面に変えている。一部の人たちは人間とは何かを忘れ始め、完全に疎外感と根深いパニックに陥っている。何が本物で何がただの人工物である、あるいはデジタル合成物なのか区別する能力を失った人々は自身を孤立させ始め、他人に対する共感を失い、可逆的な傾向を見せ始めている。しかし特に恐ろしいのはこういった人の大多数が診断されないまま生活していることだ。サイバーサイコシスの患者が全員名の知れた体液兵やサンデビスタンの反射神経テックを備えた元衛兵というわけではない。全員がマックスタックに撃ち殺されているわけではない。世間に多くのサイバーサイコシス患者が、患者は膝や肝臓など、たった一つのインプラントをインストールしているだけだ。彼らは誰の目にも映らず存在を気づかれていない。
部屋に閉じこもり、友達や同僚、家族をも突き放す。ネットと妄想以外の世界は、意識から消え去っている。彼らは病気を抱えて孤立しており、そのことについて誰も何も手を打っていないのだ。これ以上説得力のある要約などしようがない。このマニフェストの価値は、私がこれを書いたことによって、ゼータテクのサイバネティクス研究チームから追放されたという事実から評価してもらえればいい。なるほどね。嫌やったぞ。やばいやばい、うん、やられ放題じゃないか。カメラあった。カメラがあった。なんでだ。もう許さないからだ。あっ、くそ。これ全員やったな。中を改めよう。扉にと一つとなってたな今な。消えてる。これはサイバーウェア仕様とその副作用。多くの人は我々が不可能という言葉が陳腐化した時代に生きていると信じている。リバードクに頼めば足の親指から神経系の一部に至るまで、人体のほとんどの部位を人工インプラントと交換できる時代だ。しかし長きにわたってトラウマチームで働く中で、私は不可能がまだ、あ、これ読んだな、これ読みましたな。読んだやつは読んだみたいなやつ教えてもらえないかな。なんだこれ。でももらっててもダメージもらったりしないんだ。ここにあるだろう。これか、データを盗む。手術日誌、神経系のダメージ。過去3ヶ月視神経分割手術6件、うち2件は合併症が発生、他4件は問題なし。ケース1、過剰な刺激による神経系の麻痺、嘔吐、めまい、転換性の発作。ケース2、聴空間、視力があるという訴え。平均感覚に支障あり。調節の結果、神経組織に、恒久的ダメージが発生し、失明。メールストロームから特に苦情なし。ワトソンでの銃撃戦。ワトソン地区での銃撃戦の後、2人運び込まれてきた。サイバーウェアに挟まった肉片を取り除くのは、絡まったケーブルを解くみたいに骨が折れた。1月77、違うな、うん。頭部に銃創、腹部に複数の負傷、大量出血、処置台で死亡。頭部及び胸部に銃創、カタレプシー、DB に関しては、
特殊な状況で生き延びていたため、M の承認を受け処置を実行した。肉体放射線治療と免疫制御剤治療を通してインプラントを受け入れたが、意識を取り戻すことはなかった。3日間経過観察後、実験を中断。患者から生命維持装置を外した。そこを離れて。まだいるな。こじ開けれないね。あら、多分クイックハックできてないやつがどっかにいる。表側にいるな。問題発生だ。負傷者を識別、敵が警戒態勢に行こう。なるほど。外で待ち構えてんな。嫌がる。なんでわかんない場所が。見つかりたくなかったな。あんたと仕事ができて光栄よ、V。優秀な衛兵には当然稼ぎの案件が回ってくる。新しい依頼が待っておられる。だそうです。データを受け取った。ありがとう。これで終了よ。今後やっぱ見つかってるか、見事な手際的なやつはなかったね。